2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある旧6式装輪装甲兵員輸送車の後継となる次期装輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の装輪装甲車 AMV に加えて、三菱重工業が設計開発した共通戦術装輪車を合わせて選定し、それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術装輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている装輪8輪の、1ロク式機動戦闘車の車体をベースとする装輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術装輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術装輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術装輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術装輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に装輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。そのため98式装輪装甲車の後釜には装甲装輪車会と比較検討されていた、フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMV-XP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMV-XP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された双弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは旧6式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度と登坂力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。
さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車歩兵戦闘車式通信車、装甲救急車戦車駆逐車自走迫撃砲機動砲車両などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、すでに実用化され配備が開始されているヒトロク式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車とも言えるヒトロク式機動戦闘車とともに運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは、歩兵戦闘車型機動迫撃砲型偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-7.62mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員接構員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-7.62mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を搭乗させる車体後部に、カメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、ヒトロク式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代以降平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の霊下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊はヒトロク式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかかり、
それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、そのためにも防衛装備品の国産化と、兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊が配備を進めている FFM 最上潟護衛艦において後日装備とされていた、艦対空ミサイルなどを発射可能な垂直発射システム VLS バーティカルローンチングシステムに予算がついたね。すでに収益している艦及び計画中の艦も含めて2028年度令和10年まで22隻全てに搭載されることが明らかになったな。今回はそんな海上自衛隊の最上潟護衛艦への追加装備の予算決定について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最上潟護衛艦への VLS 搭載についてはこれまでその予定などが明らかにされておらず、2024年3月6日に実施された海上自衛隊トップの堺海上幕僚の記者会見において、最上潟護衛艦の VLS 装備は後日装備ということで建造を進めてきたとした上で、後日装備ということは文字通り、将来的に装備、整備するということであり、将来的に適切な時期に装備を予定しており、これは決して何らかの理由によって遅れているというものではないと述べて装備できない何らかの要因が発生しているわけではないと説明したよ。そして、最上潟の VLS 装置については令和5年度予算においてすでに調達済みであり、その装備については部隊運用に影響を及ぼさないことを考慮し、適切な時期に確実に実施していくとして、2023年度令和5年度予算にすでに計上されていると述べ、最上潟護衛艦が当初からの計画通りの防空、対空能力を備えた艦艇になると認識していると語り、防衛省が実際に2023年度予算において最上潟護衛艦10隻分に VLS マーク、41を装備するための整備費用として787億円を計上したことを明らかにしていたんだ。防衛省が公表している契約関連資料によると、最上潟護衛艦10隻分の VLS マーク、41調達予算は2025年度に3隻分、2026年度令和8年度では4隻分、2028年度令和10年度に残り3隻分の VLS が発注され、それぞれ VLS をライセンス生産している三菱重工業から防衛省に納入される予定とされ、2025年度令和7年度計画艦である11番艦および12番艦には建造当初から VLS が装備される予定とされているね。三菱重工業は日本企業としては唯一、アメリカ政府の認可の下でマーク、41の製造メーカーである。アメリカのロッキード・マーチンと技術援助契約を締結していて、その上に武器など製造法に基づくライセンス生産の許可を受けているぜ。マーク41は、現在世界西側諸国で最も多く運用されている垂直発射装置であり、これまで21カ国の海軍で16クラス173隻の艦艇に搭載されて運用されているな。典型的な VLS の形態としては弾薬庫が発射機を兼ねているほか、マーク41固有の特徴として、複数種類のミサイルを同時に並行して収容しつつ任意のミサイルを迅速に発射できることから、複合的な脅威に対する優れた対応能力を有し、1秒に1発のペースでミサイルを発射することができるね。またミサイル1発あたりのコストは旧式のマーク26の半分程度であるほか、省力性にも優れており、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦タイコンデロガ級では、マーク26搭載艦では操作要員21名を必要としていたのであるが、マーク41搭載艦では8名に削減されているらしい。最上潟護衛艦は海上自衛隊としてこれまでにない新しい艦種として、FFM という新しい艦式号が与えられているよ。
諸外国海軍において最上型護衛艦と同程度のサイズの水上戦闘艦艇はフリゲートとされ、その艦式号は FF なんだけど、最上型護衛艦においては多機能性マルチパーパスが求められているため、その頭文字の M と、対機雷戦能力が導入されたことによって機雷マインの M が付加されて FFM という独特の艦式号となったわけだね。この FFM に対機雷戦能力が導入されたのは、近年における日本周辺の国際情勢の変化が背景にあり、第二次世界大戦までのような主要国間の大規模武力紛争が発生する可能性の低下と、太平洋戦争時に日本近海に施設された機雷の掃海が進んだことなどを受けて、海上自衛隊における掃海部隊の規模縮小が検討され始めたことにあるんだ。さらに、ここ数年の中国海軍の著しい増強政策によって、これまでのロシアによる北方の脅威から沖縄本島を含む南西諸島の防衛に視線が注がれるようになり、当初占領された場合の奪還作戦を展開するための水陸両用作戦について掃海部隊が所掌するようになったぜ。そのため、掃海艦艇の削減によって掃海部隊が縮小された後も水陸両用作戦上において所要の対機雷戦能力を担保する必要が生じ、当初戦に際して対機雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦艇として最上型護衛艦が期待されたためだな。その対機雷戦のために、最上型守る艦には対機雷戦ソナーシステム OQ-91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用能力なども付与されているらしい。最上型護衛艦には設計段階においては VLS としてマーク41が16セル搭載される予定になっていたが、先に述べたようにここに来てようやく搭載される予算が付けられた状況であり、現時点では VLS がないフリゲートなんだ。そのため、現在オーストラリアが同国海軍が保有している水上戦闘艦の見直しの中で、11隻を新造するとされている次期フリゲートの候補として、最上型護衛艦が有力視されているとする情報が伝わっているのであるが、以外ではほとんど周知されていないと見られ、これらの誤解によってこの先日本の国益が損なわれる可能性があることが危惧されていて、今後 VLS が搭載されることについては徹底的にアピールすべきだとの声が高まっているみたい。海上自衛隊においては最上型護衛艦に16セルの VLS を搭載した後、それらに艦対空ミサイルを搭載する計画はなく、07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、FFM に艦隊防空を担当させる運用はしない方針とされているね。防衛省では当初最上型護衛艦を22隻建造する計画であったのであるが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示し、最上型護衛艦の建造は12隻で終了として、さらに新型の FFM を10隻建造するとしたんだ。さらに8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになると公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造するとして、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているな。この新型 FFM は最上型の基準排水量3900トンに対して4880トン前後にまで増加されていて、全長も最上型の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているらしい。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦村雨型の基準排水量4550トン。高波型艦の基準排水量4650トンを上回ることになり、フリゲート FFM ながら汎用護衛艦 DD よりも、大型艦となることが予想されているぜ。新型 FFM の兵装は62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、17式艦対艦誘導弾4連装発射筒2機 324mm 3連装単魚雷発射艦2マーク、41VLS 32セルで、これらの構成は最上型と同じながら VLS は倍だね。16セルの最上型では全てに07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定だけど、
新型 FFM の鑑識号が FFM AAW とされていて、AAW とはアンチエアーウォーフェアー、すなわち対空戦を意味していることから、スタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。尖閣侵入に対してついにアメリカが動き出すことになったようで、中国に対して侵入をやめるように要求したみたい。さすがの米国も中国のやりすぎな行為を見逃さないってわけだな。中国は世界的に民族弾圧について批判を浴びているし、尖閣侵入も言うまでもないぜ。今回はそんな尖閣侵入に関して米国に動きがあった件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動は増加する一方だけど、特に2021年2月20日、21日の両日は領海へ侵入するなどの横暴な行動に政府内では危機感が募っているよ。この2日間にこうした行動に及んだのは中国海警局所属の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するような形で日本の領海内に侵入するという行為を意図的に引き起こしたと見られるんだ。追いかけられた漁業者の気持ちを想像すると腹立たしくなるよな。中国政府は自国の海警局に関する法改正を2月1日から施行させたよ。内容は、自分たちが必要と認めた場合、海警局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルを合法化させたってわけ。中国は個人的に重火器を所持してもいいってわけだな。この改正によって、従来より容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加したことは確かで、また3年前の2017年には中国海警局が軍事警察の管轄下に入ったことも相まって、これまで以上の強硬な姿勢が予期される嫌な状況になってしまったんだ。2020年11月、来日していた中国の王国務委員兼外相は日本の茂木外相の目前で尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、我々はやむなく対応していると発言したよ。王氏の発言内容もだが、問題となったのは反論しなかった茂木外相だな。彼に対して批判の声が殺到したらしい。外務省側の見解では、この時の王外相と茂木外相との記者会見では、双方が自国の見解を主張する場だったので、議論の場ではなかったということみたい。しかし目の前で日本の政策を完全に否定する発言をした王外相に反論もせず、言われっぱなしだったのは、その主張を認めたも同じことではないか。しかも茂木外相は中国語で謝意を示したということにも非難が集中したぜ。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入した事実でも明らかだし、政治上からも現場運用からも厳しくなっていることは間違いようのない事実と言えるね。2021年2月8日の中国外務省の王副報道局長の記者会見では、中国海警局所属艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べた上で、先の海警法改正を盾にその行いを正当化しているみたい。言うまでもなく、この海警法は中国の国内法だから、国際的には通用しないぜ。その上で尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたという中国政府の持論を改めて展開したな。日清戦争は1894年明治27年に起こった日本と中国当時は清との間の戦争で、この戦いに勝利した日本は一気に近代化を進め、西洋に仲間入りしたと勘違いする要因の一つにもなったよ。21世紀の今、100年以上前の戦争を持ち出されてもって感じだな。それを言うなら、太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土はどうなるんだろうな。そして中国も、清の時代にロシア帝国に奪われた領土もあるはずだが。さて、中国が執拗に尖閣諸島の支配権を盾に海域侵入を繰り返しているという状況下でアメリカに動きがあったみたい。
国防防総省のカービー報道官が、2月24日の記者会見で、尖閣諸島に日本の主権があると認めた上で、中国の行動を非難する旨の発言を発表したんだ。日本を援護してくれたように見えたので、さすがは同盟国だと喜んだ日本人も多かったはずだぜ。しかしそれからわずか2日後の26日、報道官はその発言の誤りを謝罪し、日米安保条約に基づいた尖閣諸島を含む日本の防衛にはこれまでと同様、アメリカが関与すると述べるだけに発言を修正したな。このカービー報道官の発言の修正は、アメリカ政府としては従来通り、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在についてはその限りではないという、どっちつかずの玉虫色の内容ということになるね。主権争いにはアメリカは介入しない、つまり中国側には立たないが、日本側に立つつもりもないということなんだろうな。アメリカは当てにならない同盟国だぜ。日本は言うがままに兵器を購入したり、思いやり予算と称して毎年毎年巨額の経費を在日米軍に貢いでいるというのにね。2021年、アメリカは民主党のバイデン新政権に移行したよ。それでも、尖閣諸島の防衛にはこれまで通り、アメリカの後押しが期待できると日本は考えてきたんだろうけど、その頼りなさがわかったようだね。アメリカ一筋というのは危険だと政府関係者も理解してくれたと思いたいよな。前述のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取れば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に持っているのは施設権だけで、主権までは認めていない状態ということだからね。この方針をアメリカは堅持すると、あえて政治的に示したということは、万が一、中国と日本の間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカが日本へ軍事的に支援をしてくれると当てにするのは甘すぎると考えるべきだよ。今まで貢いだ金はドブに捨てただけということにもなりかねないということだな。日本政府はこうしたアメリカの動きと前後して25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表したよ。これは現行の海上保安庁法での海上保安艦の武器使用を明確化しようとする動きだけど、尖閣諸島海域における中国航船への対応が念頭にあるということは言うまでもないよね。海上保安庁法では海上保安官が対峙する相手に対して、重火器を使って危害を加える行動を危害射撃と定義しているけど、昨今の世界情勢を考慮した上で実効的な解釈に踏み込もうとするものと思われるんだ。海上保安庁法は大枠において、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止する目的での武器使用を認めているよ。つまり警察権限の一部として職務執行上の範囲に含んでいるわけだな。しかし危害射撃に限定した場合は、まず正当防衛であること相手が先に攻撃してきた。次に非常に凶悪な犯人殺人犯とかを逮捕する場合だけ行うことができるという条件があるぜ。つまり、その解釈によって是非が問われることにもなるわけで、今回日本政府が示している見解だが、具体的には中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することに当たるとみなすことを意味しているわけだ。つまり、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、日本側の退去勧告を無視してなおも接近を続けた場合、上陸目的と判断してもよし、ということと考えられるよね。さらに海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令された場合にも同じく危害射撃を認めるとしていて、抑止力として対応をより強化しようという解釈と言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。